いや白赤くんでも愛知の血流れてるからな。バーストお願いします。バーストお願いします。バーストお願いします。先生、先生の間違えた。ごめんって。俺は謝っても許さない。一生したけどもう一生。村坂。お。え。え、熊。仕事終わり。仕事終わり。おかしいやろ。おいお前ふざけんなよ。俺待ってる。黙れ黙れ。おいふざけんな。お前流れ悪い。何してんの。何してんの。頑張れ。マジ頑張れ。いや、隠せだけでいけるんだ。隠せだけで。ここで一番俺には厳しい。確かに。どこ行ってんの。タクス。おい、おる。いいよ、やめて。すごい。やめる。こんのおかしい。こんのが甘い。あ、なんかさ、なんかのゲームにこんなモーションなかったっけ。何のゲーム。撮ってるって。あらら。いや、まあ俺は使わない。はい。うますぎや。はい、まいや、これはね、あいつがうますぎる。お前ひらからいけるわと思ったら。はぁ、申し訳。いや、いかんでよかった。ごめんなさい。いや、1試合2回見に行ったよ、普通よいしょ。ありがとう、冴島さんたち、みんな。ウィラムは2カムがいい。ウィラムブーカク。あ、F学生やな。いや、まあ何でもいいじゃん。M で画面端から行って見て完璧やな。完璧や。大丈夫、マリさんが使ってくれるから。このシゲさん、シゲさん、白赤フリーダムでいいっすか。俺のフリーダムの方がいいっすか。マリさん使ってくれるから。ジャスティスか使ったから。ガンデルフ君こんばんは。 PDF 本戦は11月。本戦エリア決勝11月。本戦は12月。まずフェニーチェ待っといて。フェニーチェとフリーダム。俺は特殊カードしたろ、見とけ。お前それはずるいわ。強すぎやろ、ナシス。あ、白赤くんの視点でいらしい。フリーダム、キリノさんって言われるの嫌やな。違和感ある。ハリーです。ハリーでお願いします。こんばんは、パンマンさん。いや、マフティーナビエリンさん、ありがとう。生えたとき。いや、白赤くん、でも愛知の血流れてるからな。危ない。気をつけて。危ない。何しだすか分からん。死んで確定あげるわ。あ、しげさん、すばしありがとうございます。いえいえ。ラグスさんこんばんは。白赤くんは、エリア予選取れました。取れましたよ。下がります。バーストお願いします。バーストお願いします。バーストお願いします。はい、お
送られんで、ね、シャッフルで待って。ほんまやで。バーストお願いします。バーストお願いします。愛知やで、愛知こっちは。受け身展開します。バーストお願いします。何で出たの？スカイ。ああ、そう、スカイか。ザックは？俺。楽にできるし。うん、白赤の取れたよ。ああ、いや、白赤くんは、いや、ていうか俺みたいになんか二つなっていうかなんかそういうのあんの。京都の英雄とザックは国王って言われてるやんか。え、それぐらいしかなくない？それぐらいしかなくない？二つなみたいな。先生、先生な、先生なんて言われてんの？俺は神や。神か。知らないの自分のこと神だし。俺は神ややってますね。でもマジやばいやばい。相方弱いってマジで。相方。俺弱い。神だし。集中する集中する。こっからや俺らは。伝説が始まる。神を自称するおっさん怖すぎるでしょ。いやもう6時前か。エリあるんかな、分からへん、あんまりそういうの知らん。ちょ、これマイク置いとこう。ラルキューの使うの？ビンゲル先壊すか。あいや、ある全然。あらららららら、こい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 、これミーティアやつ、ミーティアやつ、ミーティアでワンコン。え、レキアンさんの手、ミカド手かかんけど、いや、どうやろそれ、意味は。え、マジ勝つの？勝ち筋の作り方。 PDF でガンダム界1優勝してるからあながち神で間違いはなさそうで、こんな神様嫌やろ。 NG です。指導でも断髪役の補正結構いいから。メインからだってなんかエルマイ発生するだけで250ぐらいでしょ。あ、福岡の方って2つな。いや、ちゃうと思うね、あれ。あれは自分で自分で言ってるだけじゃない？2つなって結構人に言われてなんか感じじゃない？自分でつけるもんじゃないやろ。アテナのアテナで言うなんか自分のこと救世主とか名乗ってる、やってしまいました。あの悪もおるけど、あんなの救世主でもなんでもないでしょ。救世主の割にアテナで配信してシャッフルでマナー悪いから。まあ言ったけど、ゆうまくんシャッフルはあれや、勝ちにこだわると温まるから考え方を変えるんやと。まあ、シャッフルはね、エンジョイぜとか、あとはまあシャッフル勝ちでもいるけど、マジあれやば。まあね、シャッフルは難しいっすね。いろんなキャラいて、いろんな組み合わせできて、いろんな人おるから、俺は好きやけど。あ、できると思わんかった。岩山両破山って、両山破ってない？なんか聞いたことあるぞ。あれか、そや、白川君あれか、北斗結構詳しいもん。ああ、海田祖君のプラベ君は別人やな。別やで、人違いやで。ああ、まあシャック君の戦後カストレはちょっと怖いな。
あー射服しすぎて固定を立ち回り、どうなんや。まあでも久保久保さ、まあ固定やけど、あれってさコスト時間のないシャッフルやから、なんか知り合い増やして固定するのが一番ですね。ああ、まあカジキマグロさん、知らんかったらしゃあない。間違えたー、飛天ミツル牛。じゃあフェニーチェとバイル乗ります、ね。